食べて痩せるリンゴ酢のスキャベツレシピお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄の LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひご登録くださいね。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのリンゴ酢を使ったスキャベツレシピで痩せることができるのかというその痩せるポイント4つお伝えしていきますね。まず1つ目です。腸内環境が整うからなんですね。もう腸内環境が整ったイコール痩せる体質になったっていうね、ここセットなんですよ。とっても大事なんです。腸内環境がダイエットが成功できるかできないかの鍵を握っているわけですね。なのでもしあなたが今までどれだけですね、もう一生懸命ダイエットをあれこれあれこれ頑張ってきたのにもかかわらずなかなか痩せないとか痩せてもすぐ戻っちゃうとか、そういった時がもしあったとしたら大丈夫です。あなたが悪いんじゃないんですよ。あなたの腸内環境が悪いままだからなんです。じゃあどうすればよいのか。この腸内環境が整うための食事のメニューがありますから、今回はそのレシピをお伝えしていきたいと思っているんですね。その腸内にいる痩せ菌と呼ばれるその善玉菌を増やして元気にして、いつまでもあなたの腸内に住み着いてもらうためのその条件が全部クリアできているレシピなんですよ。では2つ目です。脂肪燃焼効果があります。これ大事ですよね。もうどうしても今までいろんなことが積み重なって太ってしまったっていう場合はやはり脂肪を溜め込んでるわけですよね。まずはその溜め込んだ脂肪を燃やしてもうゼロにしないといけないわけです。そうしないといつまでたってもい続ける脂肪嫌ですよね。そこをしっかり燃やしていく必要がありますし、日々のお食事で摂った時のその溜め込む脂肪をどんどん燃やしてもらうために必要なレシピになってます。でまた3番目です。食物繊維がたっぷり取れます。一度に2種類の食物繊維が取れちゃうんですよね。これとっても大事です。やはり痩せ菌と呼ばれるその善玉菌たちの餌となるのがこの食物繊維なので、ここがしっかり取れていないとなかなかですね痩せ菌たちが元気にならない、もしくはいつまでもいてくれずさよならって、もうここには入れませんって、だってご飯もらえないもんっていなくなっちゃうわけですよね。そうならないためにもやはり食物繊維をしっかり毎食取る必要があるんです。そして最後4番目、低カロリーです。ここもポイントですよね。結局なぜ太るかってカロリーオーバーだからですよね。もうこれ分かってるんだけどなかなかっていう方ね多いと思うんですけれども、やはりどんなにこれを食べたら痩せますよと言われたものでもカロリーが高くて食べ過ぎてしまっては NG ですよね。それはもちろん太ります。なのでそもそもその食材が低カロリーであれば安心して美味しく召し上がることができますよね。では2つ目の項目です。何をということで、今回その食べて痩せるレシピに使う材料が持つそれぞれの痩せる効果についてお伝えしていきます。まずは味付けはまあリンゴ酢を使ったスキャベツですから、このリンゴ酢のダイエット効果について見ていきましょうね。リンゴ酢は脂肪燃焼効果があります。もうどんどん脂肪を燃やしてくれます。でまた基礎代謝が上がることで脂肪がつきにくくなって痩せ体質になることができるんですね。そして大事なのがこのこちら、血糖値の急上昇をリンゴ酢が抑えてくれます。とっても大事です。なぜ太るかというと脂肪を溜め込むからですよね。でその脂肪を溜め込む原因は血糖値の急上昇です。急上昇するこの間に脂肪がどんどん溜まる。では逆にこれが急上昇しなければ脂肪を溜め込む率が減るわけですよね。そこに一役買ってくれるのがこのリンゴ酢効果になるんです。またよくあるご質問なんですけども、先生ってリンゴ酢じゃなくって他のお酢だとダメなんですかってよく聞かれることがあるんですね。もちろんダメじゃないんですよ。もうお酢ですからね、効果は共通なんですけれども、なぜダイエットにはリンゴ酢なのかというと、ここ酢
酸の働きがリンゴ酢が数多くあるお酢の中でも一番高いお酢だからなんですね。この酢酸の働きであなたの腸の動きがとっても良くなってくれるので、先ほど冒頭でお伝えしました通り、もう腸内環境がいかにダイエットに必要なのかということをね、私声を大にしてお伝えしてきましたよね。その効果を得ることがやはり一番できるお酢だからなんです。そしてまた満腹感を得やすいので、あなたがもし食欲が暴走してね、もうやめられない、止まらないって、もうどうしようっていう時は、さっとこのリンゴ酢ドリンクであったり、このリンゴ酢を使ったスキャベツであったり、リンゴ酢を取ることで抑えることができます。そしてむくみの改善効果もありますから、カリウムが豊富なので見た目もキュッとね、すっきりする効果も得ることができるんです。ではここで、痩せるリンゴ酢ってどんなリンゴ酢を選べばいいんですかっていうご質問も多いので、お伝えしていきたいと思います。痩せるリンゴ酢を選ぶポイントです。まずはリンゴ酢を手に取っていただいて、原材料名をチェックしていただきますと、そこにたった一つだけリンゴ果汁 100%のみでできているリンゴ酢を選びましょう。でしたらどこのブランドでもまずは間違いないと思います。そしてまた特にさらに良いのは、このリンゴ果汁が有機栽培のものであったり、またもちろんそこには JAS マークがついていたり、オーガニック栽培されたリンゴ果汁であったり、もうここはクリアできたらもうさらにいいですよね。そしてここに共通しますが、無添加であること。例えばリンゴ果汁って書いてあった次に香料とか着色料とか保存料とか書いてあるものは選ばないようにしてくださいね。では次の材料はキャベツになります。キャベツは腸内環境を整えるお野菜になります。でまた2種類の食物繊維、水溶性と不溶性といって、それぞれ腸内環境を整えるためには必要な食物繊維がなんと同時に取れてしまいます。でまた低脂肪ですし、抗酸化作用もありますから、私たち女性にとってはもうとっても嬉しいアンチエイジングですよね。体のサビを防いでくれる、そういった効果も得ることができます。はい、そして最後の材料はこちらです。マスタードを使うんですよ。マスタードは代謝を促進してくれますから、その結果脂肪燃焼効果を得て、まあ、どんどん燃やすい体へと導いてくれるものになります。ただマスタードはですね、だいたい1日あたり、まあ、ティースプーン1杯程度の量で十分ですから、取りすぎには注意していただきたいと思います。そして痩せるマスタードの選び方ですね、注意点があります。無添加のものを選んでください。例えば私のおすすめはこちら、カルディさんで見つけたんですけれども、オーガニックのマスタードになります。でこちら原材料名をチェックしますと、有機醸造酢、有機マスタードシード、食塩、有機ターメリック、有機パプリカのみで作られています。でこういった有機栽培の良質の材料で作られたマスタードはすごくダイエット効果もあるんですが、逆に太ってしまう良くないマスタードの原材料は何が入っているかと言いますと、このようなものが入っています。例えばブドウ糖、からし、でんこ、砂糖、香料、増粘剤、着色料、酸化防止剤などです。このようにですね、余計なものがいっぱい入っているマスタードが結構多く見られますから、あなたはぜひ選ばないように気をつけていただきたいと思います。ではいよいよ3つ目の項目に行きましょう。どのようにということで、今回はリンゴ酢を使ったスキャベツのアレンジレシピになります。脂肪燃焼効果が高くて低カロリーでおすすめです。でまずスキャベツそのものの作り方をご存じない方のために、念のためこちらスキャベツのレシピをご準備しています。スキャベツを作るときは、キャベツ4分の1に対して純リンゴ酢、先ほどの良質のリンゴ酢を 100ml、 あと天然のお塩、ビタミンやミネラルがちゃんと残っているものを選びましょうを小さじ2分の1、あとジッパーみたいにしっかりとこうチャークができる保存袋を1袋ご準備ください。作り方簡単です。刻んだキャベツ、まあ、千切りでも良いですし、ざく切りでもお好みで良いです。キャベツとリンゴ酢、塩を保存袋に入れてよく揉み込んだら、あとは保存容器、まあ、できればガラス瓶がいいと思います。煮沸消毒したガラス瓶にしっかり詰めて、
冷蔵庫で保存して大体1週間ぐらいは日持ちしますから、ぜひ酢キャベツも作ってみてくださいね。でこの作り方がもっと詳しく知りたい先生という方は、私が別動画で痩せる酢キャベツの作り方ということで実演の動画をプラスしてご準備しておりますから、この動画ご覧いただいた後はそちらの動画でチェックしてみてくださいね。ではここから材料レシピと作り方についてお伝えしていきます。まず今回あなたにお伝えするレシピは酢キャベツマスタード和えになります。材料お一人から二人分になります。お好みで調節しましょう。まず先ほどお伝えした酢キャベツを 100g ご準備ください。そこにこういった良質のマスタードをお好みで大体まあ小さじ2分の1程度で十分だと思います。もうここはねお好みだからいいと思うんですけども、とご自分で調節して混ぜ合わせるだけで出来上がりです。ではここから実演の動画ご準備しておりますので、ぜひあなたが作る時にご参考にしていただければと思います。ではどうぞ。さあいかがだったでしょうか。私はですねこの酢キャベツのマスタード和えはもうほんとそのまま普通にもうあえて美味しいなって、ちょっとこう洋風なね感じになって美味しいんですけれども、この酢キャベツのマスタード和えをですね、例えば無添加のソーセージにちょっとかけて、あの良質のですね、まあ、全粒粉ですとか、まあ、茶色いライ麦パンとかとパンに挟んでこう簡単なホットドッグみたいな形にして召し上がっていただいてもすっごく美味しいのでおすすめです。まあ、痩せるホットドッグってね、即席で簡単に作ることができますので、ぜひあなたも美味しく召し上がってみてはいかがでしょうか。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。